日本関東地方神奈川県横浜市瀬谷区二つ橋町部橋町は横浜市瀬谷区の町名定番を持たない単独町名である住居表示未実施面積は0.978平方キロメートル瀬谷東部にあり東側は朝日区に接する中部に相模鉄道と厚木街道が走り三つ坂井駅に近い北部に 中原街道、西部には、神奈川県道401号瀬屋賀潮線が通る。三坂井駅近くには、瀬屋区役所や瀬屋警察署、瀬屋消防署など館長が置かれている。北部には、横浜市立二つ橋小学校や、神奈川県立三津坂井用語学校、横浜市立二つ橋高等特別支援学校の教育機関が集まる。住宅地の地下は、 2016年1月1日の工事地下によれば、二つ橋町技都津稼道105番22の地点で18万円、平方メートルとなっている。かつての鎌倉郡瀬谷村の一部で、1939年4月1日に横浜市に編入され、瀬谷村大技に津橋の全域及び大技瀬谷の一部が、都津川区に津橋町となった。1969年10月1日、 とつかくから、西区を分離。西区に椿町となり、現在に至る。町名は、町内に二つの小橋があったことに由来し、徳川家康は1613年に、しみじみと、世紀流れの清水川かけ渡したる三橋かなと赤に、読んでいる。2021年7月31日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。